AFC カップはアジアサッカー連盟が主催するクラブチームによるサッカーの国際大会である。大抵は年度を付加して AFC カップ、年度などのように呼称される。これまでアジアのクラブチーム間の国際公式戦はアジアクラブ選手権、アジアカップウィナーズカップとこの2大会の優勝チームがさらにアジアナンバーワンの座をかけて争った。 アジアスーパーカップの3大会があったが、これを統合して2002から3年シーズンに AFC チャンピオンズリーグとして再スタートした。しかし、その第1回大会は、実力差の開きや発展途上国の代表チームが出場を辞退するケースも多く、大会の質の低下を懸念する声もあったため、AFC では、 チャンピオンズリーグの出場枠を AFC クラブチームランキングの上位14カ国に絞り同ランク15位から28位の国、地域のリーグ戦、カップ戦の優勝28チームにこの AFC カップの出場権を与えることとした。位置づけとしては国際サッカー連盟参加のサッカーの大陸連盟における第二クラブ選手権という意味で欧州サッカー連盟における UEFA ヨーロッパリーグ、あるいは南米サッカー連盟におけるコパスダメリカーナに類すると見ることもできるが、両者とはランキング上位の国、地域協会には出場権が割り当てられないという点で大きな違いがある。大会の仕組みはグループリーグと決勝トーナメントの二本立てである。2005年度は参加28クラブのうち危険が10クラブあったため、 大会は18クラブで争われた。アジアサッカー連盟の5地区の区分2017年大会より大会方式が変更された。近年の AFC カップにおいて、西アジアのクラブの実力が飛び抜けていることや、実力の近いクラブを対戦させることで実力を引き上げることを考慮し、西アジア、中央アジア、南アジア、東南アジア、東アジアの各地区で対戦を行い、 決勝を西アジア地区代表クラブ対他の4地区のプレーオフ勝者で行う。2017年大会の制度では各地区の対戦は以下の通りとなる。2017年から2020年の制度においては、東西各ブロックにおける AFC、クラブコンペティションランキングのブロック内順位が7位以下となった国、地域のクラブのみが出場できる。 もし当該クラブが AFC チャンピオンズリーグの予選出場資格も得ている場合、それに敗退した場合は AFC カップに出場するが、勝ち抜いた場合は AFC カップには当該国、地域から別のクラブが補充される。6位以上の国、地域のクラブは ACL の予選で敗退した場合は代わりに出場できる大会はない。また、スタジアムについては、 2016年度までは個別席を完備したスタジアムの使用を強く勧告するとしていたが、2017年度からは個別席で背もたれが30センチメートル以上あるもの。なおかつそれを3000席以上を設置することを開催場として義務づけることになり、椅子席でも規格外のもの、立ち見、芝生席の使用は禁止されることになった。 2021年の制度においては、AFC チャンピオンズリーグとともに、出場枠の改定が行われている。基本的な方式は2017年からの制度と同様であるが、以下の点が異なる。中、結果のは優勝クラブのホームでの試合、は優勝クラブのアウェーでの試合、は、本来は、ホームゲーム開催権を与えられていたクラブが国内で、 ホームゲームを開催できなかったことを示す。また、2009年大会より、決勝は、一方のクラブの本拠地での一発勝負となっている。2021年大会決勝戦からダゾーンで、独占中継。また、2021年から本大会をはじめとする、AFC 主催大会を2028年までの間、ダゾーンにて、独占中継されることから、今回の放送が、 日本初放映となる。ありがとうございます。